ミルちゃんのレントゲン写真、レントゲン所見ですね。まずこれは胸部のうつ伏せの状態、こんな状態で撮りました。それで、まあ、胸部、それから胸部の横向き、右を下にして横向き、腹部の右を下にして横向き、それから腹部の仰向きですね、の状態で撮ってます。で、胸部から、この子は、まあ、昨日ちょっと咳をしてたと、この咳をしてたということです。で、これが胸です。そうすると心臓、かなり左に大きくなってます。かなり大きいと思います。数字で言うとどうでしょう、正常を100とすると 150% ぐらいあります。それからよく見ていくとですね、こういうところの肺野が白い気管支肺炎のような様相を呈していると思います。ここら辺で比べると違いが分かりますよね。それからあと胃の中にかなりガスが溜まっていると、そんな状況ですね。それでこれが胸部の横向きの写真、これが気管です。そうすると気管がちょっと持ち上げられてる。要は心臓がちょっと大きくなってるために気管がちょっと持ち上げられてると思います。それからお腹の写真で、この子はちょっと肝臓が小さめですね。で、胃にガスが溜まってると。これはだから胃が悪くてガスが溜まることもあるし、呼吸が苦しくてね、空気を飲んでガスが溜まる場合もあります。おそらく空気を飲んでガスが溜まってるんじゃないかなと思います。それからあと飛ばしてしまいましたが、骨ですね、まあ、肩関節、肘関節は綺麗ですね。から首、頸椎、胸椎、腰椎と綺麗なんですが、この第7腰椎と仙骨の間、ここバビ、馬の尻尾と書いてバビというんですけど、ここに変形性、ここですね、もっと近づけてきますと変形性脊椎症、まあ、あの変形性の骨関節症が第7腰椎、仙骨の間であります。それからあとはそれぐらいですか、以上としましては。ちょっと腎臓はちょっとこの子ね、痩せてるんでね。なんで痩せてるかっていうと、こういうところの皮下脂肪が少ない。横向きで見るとここの極突起っていうところと皮膚のラインがもうギリギリのところを通ってますんで、ちょっと痩せてます。まあ、もう一回戻りますと、心臓がかなり大きい、うっ血性心不全から右の肺ですね、一部にあの気管支パターンというか、肺炎というか、肺のうっ血というか、ちょっと電子が高くなっているところがあるというか、胃にすごいガスが溜まっている、から肝臓が小さい、から第7腰椎、仙骨に変形性脊椎症があるということですね。まあ、以上がレントゲン所見です。